上原龍太時の動き行ってみましょう。よいしょ。さあ最後の舞台に立った。よっしゃ、いきなり駐車場にセービング合わせていったのは時の感じを取った。ここはまとめよセービング。だからの刻みからの大足。さあここは投げて何を見せる。表から刻んでいく。あのバックステを一つ入れて中距離にした。で、さあ竜巻、大足、時のチャンスになる。上原はしのぐ、しのぐ。さあ、前から波動と残空。人が前に出るか。上原もしかしてこの動き、体力差はほとんどない。で、実は上原3本、時の2本。どう運用して、さあ、画面端になった。移動チャンスだが、灼熱、セミ滅。上原は最後の一削り。からの伝承は分かっていましたと言わんばかりの落ち着いてガード。ラウンドを取ったのは上原。今のね、コンボも素晴らしいんですけど、はい、コンボの前に出したしゃがみ小パンチのタイミングがね、ここで中足を置きたいんでしょって分かってる感じのこのコパンですよね。さあセミ前すでにまた噛み合った上原のこのしゃがみ小パンチの大きい初しか分からないそのタイミング。しかしその正確無比勝利を透かしているのは時の。さあ大盤指導からゲージを使ってのこの天章怪力陣コンボ、非常に入力困難と言われるこのコンボ、いともたやすくやってのける。そして体力リードしてまたこの裏からの攻め。あっと計算ミスですね。しまったか、ゲージが足りなかったか。しかしうまく殺したのは時の。よっしゃ、譲らず往来でしたね、はい、スタンチ計算ができてはいたんですが、はい、ちょっと計算ミスしちゃいましたね。さあ最終ラウンド、このイースリーマンスで、ね、投げていったのは時と。さあ上原は前捨てをしていた。ここは1つ進んだ。ゲージは両者3本、灼熱に1つ回したのだが、それ上り空対空。ここで上り攻撃で相手のボールを落とす。この動きが見えた。上り3区相打ち、打ち勝っているのは上原。時のはゲージマックス。さあ危険な距離で差し合う。セービング打ち切った。しかし上原は前の外大丈夫に対して、さあここからどちらが手を握るか。さあ立ち上げすかさない。そして時のコンボになる。またもや連勝怪力陣。どうだ、姿勢は重いが、このヘリ。さあゲージは長くないが、時の中段ガードする上原だが、大足からどうする、削りできっちり。この辺りの計算はさすが。いいっすね、ちゃんと最後のね、百鬼宮神をガードさせて、はい、大パンを経由することによって、はい、大昇龍が3発当たりやすくなるんですよね。削り計算もバッチリでしたね。スーパーストリートファイター4アーケードエディション。1試合目を取ったのは北斗豪輝。戦は仕上がっているとその言葉に偽りはなし。対する上原もその豪輝戦、やはり相当なレベルに達している。さあここから先に3つの星取るのはどちらか。1つ目は時の。第2試合目、さあ加速波動、さあ今やつで見せた時の。上から行く。しかし昇竜で打ち落とす。時のは冷静に波動さばいているか。大足これも差し返した。前から強陣が入ってコンボ、画面端になる危険な攻め、表に落ちている。さあ昇竜を待ったか、一瞬ガードを見せた時の。だが画面の下まだ継続している。上原はどうやって見せるか、この危険な間合い。それともこの画面を外して迎え撃つか。さあ大ごつに対して上り3区が2つ、そして着地からまたもや天章怪力陣。いい判断ですね。さあここまで時戸がいいリズム、右から固めて小足からの中足、これが刺さった。安全に削り、はい、削りじゃないです、ごめんなさい、安全にゲージを貯めて、はい、距離を離して、はい、暴れたくなる距離を作ってから中足を置いておきましょうね。隠し用のプランいいんじゃないですか。これかなり軌道がペースを先に掴んだかという、そんな印象に見える。さあセービング、先端はヒット。
しこれは中断になってしまった。しかし残空が危険な当たり方をしている。さあ大ダメージを取って黒木の攻めはまだ続く。百鬼豪人さあ落ちてしまったが中足角でスタン一気にいった。時野が連取。かなりセットプレーがね効果的に生きているの で、はい、そうですね、このちょっとセットプレーに対して対策しないとこのままいっちゃいそうな感じには見えますけどね。そうですね、あのセットプレー、はい、こととか当たっているように見えるんですが、やはりこう知らないわけではないと思うんですが、 そうですね、そのタイミングを微妙に変えていたりする、はい、2回目にあのジャンプショー系で動き側が攻めていったんですけど、はい、あれは完全に龍側の勝利を誘ってたんですよ、はい、それ以外は結構なんか普通の動機の切れ目ってこういうものですよっていう感じの選択肢を取ってるだけですね、はい、なるほど。誘ってるっていう感じはその最初の1回だけだったと思います。はい、あの必殺そして練習した時のまだその勢いはそのままに腕腹に襲いかかる。さあ相打ち、しかし台足が当たっている。時のチャンスになる。さあ突進脚を見せたまたもや表落ちからの一瞬待つ。この動き台足からまた攻めは続いている。勝利を見せるか。5番暴れで割り込むのは梅原。ほぼ遅らせ小足からスタート。さあ鎖骨割りです。3梅原が別波動拳を決めてこれでラウンドになった。そうそう、まあ、地上での台足がね、ゴーキの台足がよく刺さってるので完全、はい、にいける機会が増えているので、はい、そのセットプレーがやっぱ目につくんですが、はい、まあそんな動揺してない感じですかね。体は、はい、まだ落ちていると。そうですね、やっぱ基本的にこうやって中足波動、はい、灼熱などで、まあ、地上戦をやっていくプランは変えない感じ。親台足裏から打撃、時野が冴えているか。さあここは中小番ここに行ったが、おっと外れて梅原の反撃。真空波動別波動一本返した。その内容は鮮やか。この2試合でその台足が刺さりすぎだなっていうことを踏まえて、はい、こっちの中足が見られているので、はい、そこで第5数に変えたのかもしれないですね今のね。なるほど、いい当たり方、いい当たり方しましたね。さあこの2人戦いながらその弧を立てた戦略、それに対して天気は目まぐるしく変わっている。1試合取られた梅原が1つリズムを変えて1試合返したと、はい、そうな。ここまでの3試合人の勢いを止めて梅原が返した。そして迎える第4試合目、私は21時の優勢。開幕が静かになってきたか。さあ波動打つ波動打つ波動打つの時の上から来る。しかし気持ちに中小湯タイプ波動打つ。さあまた中距離セービング。さあかなり引っ張ったぞ。大事当てているな時の上からの攻め波動打つ。しかし画面端到達、灼熱で押し返して内野ジャンプ見ている。上からおっとこれは空ジャンプになったが当てているな時の。さあ9時これも早出し昇竜からの別波動拳、これがヒット。体力は逆転、前村が優勢になった。さあゲージは両者1本ずつ使って何を起こす。中距離上から行くんだが台形が待っている。垂直狩りの空対空。確かに垂直したいとこなんですけど、はい、綺麗に落としましたね今ね。その反応はピカイチだった。そしてアシュラには波動きた。さあこれはクリーンヒットになった。前からの飛び攻撃終わるぞ。止め端さあスタンチが溜まっている危険の状況。遅らせ中足です。さあ見事なパーフェクト、これで2-2。最後の中足もリバサ昇竜だけガードできるタイミングで、はい、多分置いてましたね。この辺りのフレーム管理はもう1フレーム単位での計算をしている。そうですね、フレーム単位の攻防は梅原、はい、選手すごい得意で、やっぱしゃがみコパン、龍のしゃがみコパンガードさせた後って、はい、まあ、有利なんですけど、はい、本当に2フレームくらい歩いてまたコパンを重ねに行ったりとか、はい、そう常に有利なフレームを作って攻めを継続させるっていうのが合気戦特に見えるんですけど、だからそれは生きてますよね。
細かいところで大きな時間を正確に使いながら正確なタイミングで崩していく、はい、そうですね。だからその相手をこかした時のリターンがでかいですよね。現に今置き攻め、ね、そんな難しいことやってないんですけど、はい、こかした後ちゃんとダメージ取れてるのはそこだと思います。だからは何も難しいことはしていない。しかしそのタイミングの測り方、崩し方が大波のやり込み、正確無比な崩し、さあしかし爆戦に大足、スマシゲダンはガードしている。しかし中足に大足、この辺りは時でもさすが。さあ画面端が近づいてきた。残り3区、先ほどまで再三当たっていた。さあガードして、この画面端をなかなか譲らない。さあうまくラインを上げたが大足、また押し込んでいく。さあここで投げを一つ入れて崩して、このフレーム消費だが昇竜セミ滅。さあ入れ替わりつつのこの攻防、上原が体力リード。タクシー、さあ少し下段に行ったがこれも梅原ガード。さあ時戸が追う展開になった。ゲージガールの時戸、しかし梅原にも一本はある。危険な距離から灼熱も警戒しなければいけない。時戸は何を思っているか。この状況、もう踏み込み台足、そして勝利を遅らせている。 EX 灼熱できっちり倒しきる、この判断いいですね。相手の勝負権読んで、はい、安定な大昇竜重ねを選択しましたね、はい。この辺りはさすが、この状況を落下するプランがあった。そしてさあここは前捨てでこのセットプレーを避けていく。だからさあ豪華のセットプレーに対する理解力は梅原持ち位置、微妙な距離でのカラジャンプ、しかし大足時のチャンスになっている。さあ大パンチと2台コンボが入った。うおー、中足角に割り込みましたか、ボンザイが。出ましたね。天正怪力陣、こんな使い方もできたのか。ファンガードスルー、そして昇竜セミ滅、分からなくなってきた。さあワンチャンス圏内。さあ波動拳を重ねる梅原、波動重ねなんだ。軌道はこの遠距離から、ここは踏み込んで大パンパイク。これで3人。そうですね、あれ中足をガードした時に、はい、もう後ろのアシュラまでは入力しておいて、はい、弾確認でボタンを押してるんですよね。それだと一応できますね、はい、できるんですけど、はい、やっぱ相手が弾を打つところを読まないとできないので、かなり噛み合って完璧な検証でしたね。まああのね、キックをキャンセルして波動拳を打つ、はい、毎回来るわけではなくて、ね、中キック単発っていうのも、はい、たくさんありますからね。そうですね、ここで読みを交えてドンピシャで合わせた。さあこのプレーは一つ今後のプレッシャーになるか。私は3対2。さあ2つ取って2つ取り返した梅原を止めた時と、梅原画面端、またもや鎖骨、鎖骨これでした。さあコンボ補正が低いので、さあヘレオートミスになった。うおー、そこに大パン転生怪力陣、痛いお仕置き。さあこれが反撃ののろしとなるか。このダメージ、しかしまだ体力差かなりある。もう踏み込み返そう、灼熱引っ掛けた、そして波動拳。ホームミスターとも冷静でしたね。しっかりガードして自分のターンを締めた、締めた、はい、うわマニアックだな今の。コパイカード、さあこの危険な距離で、さあ落ち着いているか、上は通さない。いいですね、この昇竜大事ですね。さあ中大ダウンをさせて、いやブラックになった。さあ中心灼熱、波動の出かかりを潰した梅原の竜。さあ中大時でも負けていない。しかし今回は後ろからの攻撃、ガードした梅原、逆勝竜きっちり後ろを見せる、セング一つ見せたのは時戸、ゲージ状況は時戸優勢。しかし2つ使ったが、おっと台形が入っている。うわこの距離当たるのか、スーパーできます。
時野の天章怪力陣は極まっているか。まさかの中足キャンセル天章、この大舞台で決めてみせた。こっからでも大変なの合気が合わせよ。ゲージは一本になった。体力リードは時の放棄だが、ハードの打ち合い、おお、かなり鋭いよくかかった。ダンクとハドゲ EX ハドをガードした。ゲージがもう少しでたまりそう。だからもう無理はしない。中段が降ってきたか。勝負に行かなきゃいけないのは龍側だったんですけど、はい、逆に行きましたね。ここで中段通すという意思が見えました。さあまたもやファイナルラウンドになった。もっとこの両者の試合ダイヤシーからまたもや裏からのコパン大パン指導、重いコンボを入れて、さあ時のかなり強気に見える。この時の帽子勝利を透かしている。この読み、そしてきっちりと最大を入れる。そしてゲージを使っての EX 豪昇龍、完璧なプラン、お見事すぎるパーフェクト。これで時野がリーチですね。ちゃんと昇龍を打ちたくなるところでのね、はい、入力にちゃんと読んでバックスでスパス、ちゃんと相手がコステルなんていうのが分かるんだったら、はい、バックスでスパスなんて全然難しくないので。そうですね、とはいえあれだけ攻めを続けて、はい、ここ一番だけスカしている。やっぱりキレッキレに見えますが、そうですね、やっぱ読み合いの部分でね、一つ上いけてるのかなって感じがしますね。さあ追い詰めたのは時野、詰められたのは梅原。押し合い選手、押しは4対2。時野が先にマッチポイント。これは相打ちだが前に出る。さあ昇竜昇竜波動拳に対しての蛇前捨てがかなりの切れ味を見せる。時の動き、このまま行くのか。最強頂上決戦決勝の舞台で昨日の仕上がりは尋常ではない。歩き上げ、梅原にはゲージがない。これで1本だが灼熱にすぐ回す。決めにいっているか。初心トットになる。おお、ここはきっちりと我慢をして昇竜を透かしての反撃。さあ追い詰められながらもこのプレー、さすがの梅原。何かいろんな時の裏から、さあ竜巻にして画面端を取った。そしてこれはしゃがんで食らっていたが、その後続かず、おお前に入っていた。しかし時のはここを決めて、頭や危険な攻め通っている。攻めがうまい。さあ時のに被弾はまだない。セミング引っ張って詰めていく。波動波動波動だが時のセミマエンステで投げ、さあ強気な波動で押し返したいところ。そうですね、分かってますよと不安ばかりの遊び寄りでしたね。セミング、時のはもうこれは決めに行く、そんな勢いが感じられる。マッチポイントは時の動き。上原の龍はここからまずは一つ返したいところで、しかし置いてあるセミングアタック、そして昇竜拳。さあゲージがあるので、おっとここはセミマエステを投げているのは梅原。もう一丁投げ、崩して竜巻、そして刻むか。画面端になる上通っている。大剣からきっちりこのミスはない。さあ時の体力リードから決めに行くか。ここはガード課題、相打ち。あ、マジ、どうする上原。ゲージはある。お投げ、あ、中段ちょっと遅かったか。しかし中足が入っている。さあ時の大足、灼熱を重ねて顔足一発圏内中足、どうする上原。これ詰んだんだね。ここから何がある、ミスられるか。うえー、たつまき、うわー、勝利にいったがガードした時の。さあお二方中央の方にどうぞ。見事に勝ち切った。
勝者、時の選手。おめでとうございます。素晴らしい。いやー素晴らしい、すごかった。実に素晴らしい戦いでした。はい、本当ですね。いやーもうね、梅原さんの手の動きが芸術的ですらあり、時野さんの表情も芸術的ですらあり、そうですね、はい、もうまさにスーパーストリートファイター4アーケードエディション最強頂上決戦の決勝戦の名にふさわしい大会でした。うん、本当に素晴らしかったですね。皆さんにもぜひ大きな拍手もらいましょうか。あ、そうですね、大きな拍手を送りください。素敵な試合を見せていただいた後です。この後は表彰式があります。はい、さあでは北原さん、呼び込みしちゃいましょうか。あ、そうですね。さあ、さあではこの後綾野さん、杉山さん、そして小野さん、そして加藤さんにお越しいただきたいと思います。それではどうぞステージにお越しください。あ、いや、すごかったですね。いや、すごかったですね。はい、どうぞ真ん中の方へ加藤さん。もう、はい、いや、素晴らしかったです。すごい、すごかったですね。もう、本当ですね、極まってましたね。極まってた、ミスがないね。はい、いや、本当最後にふさわしい、うん、そうですね、公式のね、僕で最後はもう、はい、これもう見て